ぽ。はい、どうも、モッティです。タクヤです。ケンペイです。お願いします。お願いします。お願いします。今回は100キロゴミ拾いという企画をしたいと思います。何それ。まあ、100キロゴミ拾いっていうのはゴミ拾いをしながら100キロメートル歩くっていう、やばくない？いや、全然いけます。で、今回は3人でやっていきたいと思うんですけれども、まず、タクヤさんです。よろしくお願いします。タクヤさんは、同居人でありつつハンダルという YouTuber でもあります。そして、ケンペイさんお願いします。はこの前日本一周を達成しまして、はい、3年ぐらい前に僕が 100km 走った動画があるんですけれども、そこで出会っているんですけれども、はい、今回一緒にやってくれることになりました。はい、お願いします。3人で 100km やるってことは1人 33.3km ってこと？あー違います。いや、俺その理解だったんだけど、3人で 100km。 え？え？じゃあ 300km ってこと？あ、そうですね、合計 300km。 厳しいね。やばいね。まあ、今回スタート地点は本庄駅っていうところからスタートして、そこからゴミを拾いながら 100km 東京の方に歩いていきたいと思います。はい、それでは本庄駅の方に向かいたいと思います。はい、ということで本庄駅に着きました。15時になったのでスタートしたいと思います。それではここからスタートしています。ドゥン。じゃあ行きます。はい、折り返しですね、ようやく。いや、まだまだ今からスタートです。はい、今6キロぐらいのところなんですけれども、なんと視聴者の方が来てくださいました。うわー、急だったから家があるものなんですけど、はい、はい、チョコ。しかもボディバン。あと北海道。はい、うわ、北海道はさっき一旦帰った時に、はい、あって思って思い出して、で持ってきました。ありがとうございます。足に貼るようもあるので、うわー、じゃあいただきます。ありがとうございます。甘くて美味しいです。うん、安いコメントやな。10キロです。あ、10キロ来ました。いや、めっちゃ暗くない？めっちゃ暗い。暗い。まだ10キロですけど、やばい。ゴミはこんな感じです。まあでもゴミ袋1袋分ぐらいは集まりました。この視聴者さんから教えてもらったんですけど、10キロごとに軽食を食べた方がいいと。なんでちょうどセブンがあるんで、あ、ちょうどあそこに家系ラーメンがある。あ、なしです。ダメです。脂っこいものはダメです。ダメ。なんでとりあえず、まあ、セブンでバナナとかそういう系買ってきましょう。蒙古タンメン中本のカップ麺。ダメです。ダメですか。はい、それしたら後々後悔します。ああ、ありがとう。はい、じゃあ買ってきます。はい、ということでセブンで買ってきました。僕が買ってきたのは朝バナナチョコチップスティック。美味しいね。え、何何何。じゃあ正解発表したいと思います。はい、正解は唐揚げ棒です。ダメですよ。なんで100キロ走るのに、うん、じゃあ分かった、一口食べてみ。じゃあいただきます。じゃあ頑張って歩きます。はい、ここから20キロまで行きます。ドヤ顔すな。バナナでいかがですか？バナナです。でしょうね。はい、ということで20キロ行きました。開始から5時間40分です。いやー怖いね。怖い。いやー、まだ8時あるからね。一旦ちょっと、まあ、暗くなってきてるんで、ゴミ拾いは本当に頭の片隅に置きつつ歩いていきたいと思います。はい、はい、ということで 20km 過ぎましたけれど、いい。22な。はい、22。うん、その2はでかいよ。わかりました。そもそもなんで今回100キロゴミ拾いやるようになったんだっていう話をちょっとしようかと思うんですけど、きっかけは拓也さんが 100km やりたいって。おい、俺のせいにしてる。いやいやいや、僕実際そうじゃないですか。いや、僕はもう2回 100km やってて、 100km もうやらないつもりだったんですけど、人生で一番大変だったのが1回目の 100km で、人生2番目に大変だったのが2回目の 100km。 でもね、今22キロ地点じゃん。うん、その片鱗が見えるのが怖いんだよね、俺も。で、なんで 100km 走りたいって思ったんですか？まあ、ロマンですよね。夜中に飛び出て歩きたいんですよね。でも、もうちょい具体的なこと言うと、うん、早稲田の100杯があるんですよね。本庄から早稲田を目指すという、まあ、僕らが今行ってるコースなんですけど、それ結構ずっと参加したくて、だけどことごとく予定が合わなくって、大学期間中全然参加できなかったんですよね。で、その積年のやつが積もってようやく実現できたっていう。あー、もう 100km の経験者が一緒に住むようになったから。僕は別に関係ない。あー、関係ない。経験してなくても誘ってた、正直。あー、なるほどね。ありがとうございます。じゃあ残り 78km 頑張っていきましょう。はい、30いきました。よっしゃー。
っしゃー、これゴールとちゃいますの、このテンション感ちょっと見ていただけると分かるんですけれども、このテンション結構ね、もうきついっすね。30、すいません、はい、あちらに浜寿司があるんですけど、どうですか。浜寿司は次です。浜寿司の横にラーメン屋さんあるんで、そこ行きましょう。あ、ラーメン屋さん、ラーメン、あ、ラーメン。まあでも一応言っとくと、あの一応100キロ経験者から言っとくと、あんま食べない方がいいです。俺そのアドバイス聞けるかわかんねえ、正直。料理が届きました、ちょっと見ていいですか。ラーメン最高、ご飯最高、ラーメンとご飯最高、もういっちゃってるじゃないですか、うん、え、これはこれ抑えてる。でも正直ちょうどボリュームいいね。でも思ったよりボリュームあるなって。あるあるある、実際。で、僕はラーメンじゃないです、うん、豚丼と餃子です。いや、ラーメンは食べない方がいいです今絶対。まあ30キロ後とか言ってると思います。はい、いただきます。それ何ですか。ラーメンだろ、どう見ても。何ラーメンですか。辛味噌ラーメン。おう、うわ、めっちゃ味噌の香りする。いただきます。どうぞどうぞ。それ何ラーメンですか。味とら味噌ラーメン。あー、いいっすね。いただきます。うん、豚の脂が染み渡ります。高谷さん、はい、一口もらってもいいですか。ダメですね。何ですか。ラーメンやっぱ食べちゃうと、うん、この後30キロ後とかが、うん、しんどくなっちゃうから、心を鬼にしてでも、うん、やっぱりその食べさせないっていうのが優しさかなって。食べてください。うん、いただきます。うん、うめえよな。感謝。全然あの熱です。あ、じゃあ全部食べるわ。いや、全部はダメです。ああ、完食しました。完食した顔です。ちょっと食べ過ぎたんじゃないですか。もう当然のように食べ過ぎたね。ご飯2杯いってるから。2杯いってるじゃないですか。うん、2杯いってる顔でしょ、これ。とりあえず40キロまで行きますよ、とりあえず。行くでしょうね、頑張ろう。行きましょう。今から40キロ目指したいと思うんですけれども、まあ、結構あの寒くなってきたので、先ほどあの視聴者の方からいただいたカイロをちょっと使わさせていただきたいと思います。で、全員の手からゴミが離れた。集中して歩くぞ。公園だ。まだ30、まだ40キロ行ってないんですけど、もうやばいですね、私たち。椅子があります。え、あれってさ、ん、ダメ、何が、ゴミを置かれてる。あれ、明日ゴミ捨ての日らしいんです。でも指定のゴミ袋がないと捨てられない、はい、指定のゴミ袋買ってそこに捨てません、一旦。よしよ、ゴミ袋ありましたね。買いました。じゃあ戻って捨てていきますか。ちなみになんですけど、めっちゃ太ももが痛いんです。サロンパスが欲しいんですけど、サロンパスはなかったです。では公園に戻りたいと思います。40キロ到達しました。今は何時ですか。3時です。3時、12時間経ちました。薬局が来た。24時間営業の薬局、サロンパスがあるかもしれない。てか味ってあるだろ。よっしゃー。とりあえずサロンパスっぽいやつ買って貼りました。これであと50キロ行きます。はい、50キロでーす。50キロ達成しました。お疲れ様です。なんかケンペイさんからあるらしいですけど。いや、もうちょっと、もうあとはもう立ちました。僕はもう50キロで一旦区切ります。はい、ということでケンペイさん、ちょっと、はい、まあ体の状況的にちょっと難しいということで、はい、僕と竹谷さんで残り50キロやりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。50キロお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今何キロ地点ですか。55キロです。どうしました。いやー、ぐんときたね。ぐんときた。彼が、あ、ここで入ります。あれ、お疲れ様です。ということで残り45キロ一人で頑張ります。いやー、申し訳ないけど、じゃあちょっと今が55キロ、 55.72 なんで 44.3 でゴール、僕のナイキでスタートします。 3,2,1 スタート。じゃあこっから 44.3 いきます。頑張ってください。はい、60キロ達成しました。まあでもそんなにこうめちゃめちゃペースが落ちてるっていうわけではないかなと思うんで、70キロ地点まで歩いていきたいと思います。実はですね、昨日友達からファミマのギフトカード1000円分をもらいましたので、ファミマで軽食を
買っていきたいと思います。はい、ということで買ってきました。まずバナナ、クリームパン、グミが2種類、こんにゃく畑、キットカット、以上を購入させていただきました。ありがとうございました。とりあえず70キロ行きました。体がきつくて、あと眠たいっていう。頑張ってあと30キロ行きたいと思います。はい、ということで80キロメートル行きました。いや結構しんどいですね。はい、ということでここで 100km ゴミ拾いをやるようになったこう思いとかを話したいなと思ってるんですけども、まあ、2023年こういろんな YouTube の方を見る中で、水溜りボンドさんとか令和荘の方々とか本当にこう全力で頑張る姿を見て、すごい力を受けることが多くて、2024年は自分自身もこう頑張るような企画をして、見てくれる人に力を与えられるような企画をやっていきたいなと思ってます。それの、まあ、第一歩として拓也さんがきっかけをくれたんですけれども、 100km ゴミ拾いという企画をやりました。まあ、2024年フリーランスとしても頑張りつつ、ボチャンネル YouTuber としても頑張っていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いします。ということで残り 20km 頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで 90km 来ました。あと 10km なんで、ちょっとめっちゃきついんですけど、最後までやっていきたいと思います。はい、ということで、もうすぐ 100km です。もうちょっとしたら、100km 地点に拓也さんが待ってると思うので、そこまでちょっと歩きたいと思います。今回は初めてこう3人でやるっていう感じでしたけれども、今10時半で、まあ、時間としては31時間半で今回はゴールできたんですけど、今まででこう一番早くて、3人で始めたからこそ最高記録出したんじゃないかなと思うんで、まあ、僕がゴールして3人で達成ということでいきたいと思います。30キロか40キロぐらいのところで太もも痛めて、ゴールできるかちょっと分かんなかったんですけど、サロンパス貼って治ったんで、結局ゴールできてよかったです。はい、皆さん応援もしていただきありがとうございます。ということで拓也さんがいるのでもうすぐゴールです。はい、ゴールです。お疲れ様です。ありがとうございます。やりきりました。いやお疲れ様です。いやマジで眠いだよね。31時間半かかりまして、いやお疲れ様です。ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうさ、今日も見てくれてありがとうさ、明日からまた頑張るさ、この場所で